おはようございます。石くんチャンネル、今日も始まりました。石くんです。どうでしょうか。髪の毛をね、短く切ったんですよ。お前笑うんじゃないよ、そこで。さっぱりしてね、だいぶ男前になったかなと思ってるでしょう、きっと。ということでね、今日は利根川に来てます。利根川というとね、こちらですね。男前、春に続いてね、無名会さんのクラブ大会の方に、またお呼ばれしました。ということでね、会長お願いします。はい、どうも。はい、どうも、お疲れ様でした。どうも、お疲れ様です。春に続いて、お招きありがとうございます。いやいや、とんでもない。今回ですけども、まあ天気の方がね、ちょっとね、いまいちね、いまいち良くないんですけども、まあ超過の方もちらほらと今出てるということで。そうだよね。はい、俺もね、なんか一本でも釣れるように頑張りたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日も頑張るぞ。あ、こっちだ。ありがとうございます。きっとね、今日もね、石くんスペシャルが火を吹くことでしょう。今回はね、春に続いての利根川です。開催している場所がね、いつもは、関係者が立ち入り禁止になってます。春の今回とね、特別に、許可をもらってね、釣りをしてます。なのでね、皆さん、ここにはね、無断で入ったりね、勝手に釣りしたりするのはやめましょう。お願いします。それじゃあね、皆さんに、何か一言ずつもらっていきたいと思います。おはようございます。お久しぶりですね。春以来ですよね、久保さんとね。はい、はい、どうですか、あれ、今回の意気込みは。なんとか一本でかいのを釣れたと思います。ああ、きっと釣れるでしょう、久保さん。見えたな。なんとかね、70代は出たんで。ああ、そうですか。はい、頑張ってください。頑張っていきたいと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ石くんステッカーが貼ってあります。ここは横にも後ろにも、ありがたいことですね。今回の大会どうでしょうか。いやー、ダメですね。ダメですか。そうですよね。久保さんいつもダメっていう。おめでとう、入るか。うん、入れ入れ、一緒に。はいはいはい。ここにちびっこ石くんファンなんだよな。名前は石くんは。柔道得意なんだよな。こいつでやれよ、大きくなったら。はい、はい、またな。ありがとうございます。それでは春の覇者、川内さんですね。おはようございます。また春に続いて秋の大会も、そうですね、連覇を狙って頑張りたいと思います。あ、そうですね。お願いします。俺にも釣り方教えてください。いやー、私も抑えたいんですね。俺もね、ここで一本釣りたいですね。なんとかね、はい、頑張りましょう。はい、なんとか川内さんに食らいついていけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の利根川はね、かなり荒れてます。さっきまで雨が降っててね、もう雨と風でひどい状況でした。よいしょ。広いですね。
坊さんヒットです。そこだ、そこ、そこいる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 、でも下がどうしようもないけど裸足で入ってきちゃってた。うわぁ、ほんとだ輪郭とか順番が生きると思うんだよ。見えたよ、姿が。小林さんね、光ってね、大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いや、待って、あれ、見えない。大丈夫？68ぐらいだな。細かいっすね。いや、今日全く感覚だ。60、ん？9か。なんかもうちょっとありそうな気がするけど。いや、いいからな。あ、見えました。ちょっとあるな。でも70くらいある。70くらいある。綺麗な声。はい、おめでとうございます。頭だけ見ればね、80ぐらいあるんですけどね。痩せてるよね。痩せてますね、はい、ということで久保さん一本ゲットです。サイズの方は75。うん、おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちをどうぞ。嬉しいですね。嬉しそうな顔してねえな。次はもちろんサイズアップですね。そうですね。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、お願いします。ありがとうございます。
エータとコータか。今撮ってるぞ。おはよう。どうも。石君ファンなんだよな。はい。動画見てる？いつも。見てます。ありがとうな。はい。得意技は。得意技は一本背負いです。はい。柔道やってんだよな。はい。群馬県の1位。はい。すごいな。ありがとうございます。今度は次はじゃあ日本一だな。はい、はい、頑張ってね。はい、これからも見てね動画ね。はい、はい、帰って食べない。何ですか今回は。はい、北方味噌ラーメン。そうだよな。目指せオリンピックだよな。はい、うん、頑張れよ。次は弟。あれ、なんだっけ、エータ。エータは 何の1位なんだっけ。渋川の1位なのな。じゃあ次は群馬1位だな。その後関東1位で日本一だな。頑張れよ。優勝者インタビュー誰だったんですか結局優勝。ああそうですか。じゃあ優勝者インタビュー、優勝者インタビューしたいと思います。春夏連覇ですね。川内さんおめでとうございます。いやすごいですね。いや春連覇できないですもんね、なかなかね。もうちょっと金が欲しかった。あ、まあでもいいですよ。はい、はい、おめでとうございます。はい、また来年の春も連覇お願いします。はい、来年頑張ります。はい、ちょっと待ってください。第2位は久保君で。はい、で2位ですね、久保さんです。春と同じで。あ、そうですね、また20ですね。ワンツーフィニッシュですね。同じ2人の。何回やっても川さんには叶いません。あ、そうですか。じゃあ次回はね、俺がそこに割り込みます。あ、わかりました。なんとかね。はい、おめでとうございます。はい。それじゃあ会長にもちょっとインタビュー。はい、会長、大会お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。春に続きね、秋も呼んでもらってありがとうございます。はい、ありがとうございました。とてもね、皆さんと楽しく過ごせて、良かったと思います。ありがとうございました。はい、何か一言どうぞ皆さんに。来年こそ俺が一番になります。あ、お願いします。ありがとうございました。ということで会長、大会、お疲れ様でした。あ、どうも。今回サイズの方はあんまり話したくないです。70?6が頭かね。あ、頭ですか。うん、はい、まあでもとりあえずね、長子がね出たということで、ね、まあ良かったんじゃないのかなと思います。はい、またね、はい、来年の春もよろしくお願いします。ぜひ呼んでください。誰こそ俺がちょっと。お願いします。はい、ということで今回の動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画で会いましょう。はい。